エドワード・ベネットエドワード・ベネットは、シカゴの都市計画、ザ・プラン・オブ・シカゴなどで知られる、都市計画家、建築家、ダニエル・バーナ村とシカゴ計画と諸施設などを手掛けた、ことで知られる。この他都市設計ツールとして、ゾーニング条例及び輸送との、調査地域計画のといった方面の先駆者であった。 計画家としてのキャリアを見ると、深く関与したイリノイ州やカリフォルニア州だけでなく、全米でもフロリダ州ほか、約20の州で計画に関与していたという。一人息子、ベネット・ジュニアもまた建築家。代表作品には、シカゴ計画のほか、シカゴにはアメリカを代表する大規模な噴水の一つで1927年、完成した、バッキングハム・ファウンテンやミシガン通り橋。 グラントパーク、ミレニアムパークに取り込まれた中老などがあり、この他にシビックセンターパーク1915年のオタワ都市計画1924年から担当したルイス・ムニオス・リベラパークなどがある。手がける建築は、ほとんどが自身が受けた教育から、ボザール様式の伝統を反映しているが、ノースカロライナ州トライオンの芸術家のコロニーの一つに、ある。 パーソナルスタジオと他の家群など、モダンデザインなものもここにだけ設計されていることが知られている。イギリスブリストル生まれ。1874年にサンフランシスコに移住。建築を1895年から1902年にフランスパリのエコールでボザールで学ぶ。卒業後、短期間ながらニューヨークの著名な建築家ジョージビーポストのもとに勤める。 このポストの推薦によって、ダニエル・バーナムが手掛けるウェストポイントの陸軍士官学校を支援するためシカゴに赴く。バーナムは、ベネットの才能を非常に高く評価し、1903年に彼を依頼が来ていたサンフランシスコ都市計画の担当に抜擢し、その後シカゴの計画にも関与させる。完成したサンフランシスコの計画は1906年に起こった。 地震の余波で実施されなくなったが、ベネットは引き続き、バーナムと共に、シカゴの計画を1909年に完成させ、バーナムの共同者としてよく知られるようになった。バーナムは、シカゴの計画のための資金と、計画案の視任性をベネットに意識させ、ベネットも実際のレイアウトや、空間構成を非常によく理解し、今日ゼネラルプランとして知られている図面を、 完成させている。こうして、シカゴの計画で、バーナムとベネットは、町に、美の哲学を与える、報告書を作成し報告した。ベネットは、シカゴの残りの業務ためプロフェッショナルな姿勢で取り組む。彼も、委員を務めた、シカゴの計画委員会で、実質的な民間観光や都市プランナーとして、全国的な名声を得た。ベネットは、シカゴの後、 ハワード・バンドーレン賞の元でも訓練を受けた。また1905年からバーナムは、ウィリアム・パーソンズや、ハリー・フロストラと大将の多くの都市に、計画コンサルタントを務めていた。ベネットを、パートナースタッフとして迎え、この実績からベネットは、全米各地で、数多くの都市設計に匹敵する計画を、ミネアポリス開発、デトロイト、 および、オレゴン州ポートランドと次々と行っていくことになる。1916年にベネットは、オリジナルジョーンズ不動産の北東角に、その不動産、バガテルを設計し、構築。家は現在でもレークフォレストのグリーンベイロードの角に立っている。中央の噴水との古典的な庭園は、シカゴのコハングラントパークとバッキンガム噴水栄光の模倣である。 また、レイクフォレストのすぐ西に、落農用の隠れ家を所有していた。長年にわたり、ベネットのオフィスは、シカゴで 80E ジャクソンのサンタフェビルのペントハウスに、一致していた。このオフィスからその景色は、シカゴの計画案の一部として設計された、公園などを含め、バッキンガム噴水、元の中老橋のミレニアムパークを眺められた。息子エ・ベネット・ジュニアは、後で、 後半1960年代を通じて、これと同じ事務所を主催した。この他、シカゴ商業クラブに、通常のような巡航的、または商業的利益のために頻繁に、コンサルタントを務める。町の彼のビジョンは、ボザールの設計原則の適用に形成された、熟成効率化のための機能の体系的順序と、相まって、市民のランドマークとして、 記念碑的な公共建築物の取り込んでいる。技術的及び心理的な理想についてのベネットのアイデアは民主主義社会における都市のユーティリティと美しさの重要な例として知られる。そのため、地方都市のサービスの組織とその町の個々の市民の楽しみの両立を検案していた。こうして、交通計画、政府と市民の構造物の配置、ゾーニング、公園や、 公共の楽しみのために、公共空間の創出の重要性を実現していく。第一次世界大戦後、大恐慌で、仕事量が減少し計画作業の性質が変更。完全に1920年代以降から、ベネット会社の仕事の4分の3が正式な都市、計画機関のためではなく、独立したビジネスや市民団体のためとなる。 1920年代後半から1933年の開催まで、シカゴ・万国博覧会の計画に関与し、パビリオンもいくつか設計している。1927年から1937年まで、ホワイトハウスと、米国議会議事堂、連邦政府機関が立つワシントン DC、フェデラルトライアングルに、国立公文書記録を管理収容するために、 政府の大規模な施設の建設を行う建築家の会の会長を務めている。彼のパートナーの引退と死去をきっかけにベネットは1944年に引退退職後の人生の最後の10年を費やした。1953年にシカゴ美術館についての論文を発表。これらは数十年にわたって建築家の息子ベネットジュニアから 追加の贈り物や遺蔵によって保管。生前の原稿材料、毎日の日記、写真、図面、新聞の切り抜き、及び交換された、都市計画などの所有資料は、エドワード・エイチ・ベネット・コレクションとして現在、ライアーソンバーナム図書館で、シカゴ美術館によって保持されている。遺族からはこのほかレイクフォレスト・カレッジ・シカゴ。 サンフランシスコの計画のための彼の個人的なノートブックを含むベネットの個人的な書類、図面や写真の実質的なコレクションを寄贈。これらの資料はレイクフォレスト大学図書館でオンラインでも見ることができる。ありがとうございます。